敵軍の基地を殲滅したゼロは司令部に残された砂の神殿の情報を入手した。しかしそこは人の侵入を拒む灼熱の地獄だった。暑い、我慢できん。砂漠からの熱の反射がより体感温度を上げておるのでしょう。さあ、いつでも全裸になってくだされ。僕らはちっとも構いません。なんだ、眩しい、暑い。急に日が差してきましたね。どうにかならないの、この日差し。やる気も体力も吸い取られていくんだけど。気のせいじゃない、この日差し、おかしいぞ。魔法で太陽光が強化されているのです。また便利な魔法か。目処ってる。せい！魔法効果に陰性を強化させている魔導士が隠れております。そういう戦い方、僕嫌いだな。私がギッタギタに切り刻んでやる。そう来なくちゃ。回復させましょう。奴らがあのクソ熱い太陽を作った元凶だな。やってやる。あっちの方にも魔術の太陽が出てきましたぞ。次から次へと。ほら、踏ん張りにも程がある。この毒々しい日差し、さすがに泣いてまいりますな。消耗を避けるため日陰を歩きましょう。どうした？いつもと違ってひどく無口だな。いや、暑くて。では明るい話題です。私めの今朝の任務です。余計気がめいるよ。ゼロ様、日差しは大丈夫ですか？全然大丈夫。たかが太陽にひるんでたまるか。お無理はいけません。日陰を選んで歩きましょう。日陰に入って体力を回復させましょう。あら！
でこんな歩き方しなきゃならないんだ。太陽に当たると体に毒なんだから仕方ないでしょう。僕ら使徒はゼロと違って不死身じゃないし、用心しなくちゃ。めんどくさいな。まったく。ゼル様、足元を気をつけ。ああ、もう長い。いつまでこのエリアは続くんだ。旅は愛欲と同じ、家庭は長くとも果てる時は悪人までござる。全然わからない。今深いこと言ったみたいな顔するな。辛そうだな、レーザーと。辛い。しかしゼロ様のために私はこの苦難を甘んじて受け入れよう。股間膨らませていっても説得力ないんだけど。この先が砂の神殿か。